うん、ピーチキャッスルの仮。 さあ、ということで始まりました。ピーチキャッスルラジオ、仮のお時間です。はい、このラジオは毎週水曜日の夜の7時から8時まで楽しく1時間お送りする番組です。はい、お相手はピーチキャッスル、毎週のショート、えー。ピーチキャッスルの、えー、半ズボンに抵抗がある年頃にやってきた、トーバルでーす。<laughs> はい、お願いします。お願いします。いや、大丈夫だろ。いや、やばい。まだ大丈夫だろ。<laughs> 全然やばいから。<laughs> 嘘つくな。 いやお前言うなお前そんなことお前半ズボンに抵抗があるとかなんか履くのが恥ずかしくなってきたやつさまあ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 わからんでもないけどもがっつり半ズボンさんいやお前もやしコンビそろって半ズボンで <laughs> じゃあお前一回立ってな<は>いじゃあこの迷彩のさ <うん S 2> この半ズボンはもう <laughs> これうなんかこれこれを釣りの時にも履いてるからもう日焼けがすごいのよお前 マジしてよ <laughs> ブワーってもう思ってもこっち全部こっち分かるこでも日焼けってここまでしたらいい感じになるんだよなんかダメージっぽいのか何なの <laughs> か分からんけども <laughs> ああお前のこの短パンもめっちゃ長く履いてんええー、いやそうでも俺の場合はそんなちゃんとしたやつだからん知らんよそんなちゃんとしたしてないとかじゃあお前のちゃんとしてない半ズボンだろうまあ多分な分わからんやさどこで買ったかすらも謎やさも多分 <laughs> め,めっちゃ前からあるもんこれ <laughs>、あのー、自分でさ、うん、どっかで買ってきた半ズボンとかよりさ、うん、なんか家にさ <laughs>、あのー、昔親が買ってきたようなズボンとかさ、うん、おばあちゃんの家とかにあったさ、うん、ズボンとかの方がさ、うん、丈夫なのわかるな,なんかわかるやつさあんまり測かれてないからなのかどうかわからんけども いやなんか縫い目とかちょっと強い感じしないしっかりしてるやつだろなんかこ,これとかもなんか <laughs> ギチーっていう感じの何 <laughs> まこれ分からんこの素材縫い目とかマジしっかりしてるさ絶対安いだろい <や S 2> 安いのになんでこんな分からんマジでっていうか俺,、ま、俺これ勝ったかな俺自分で勝ってないと思うからいや勝ったとしたらセンスはもうバッと <laughs> <laughs> いや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  えー、なんかだからこの半ズボンがちょっとねつらいなって思っただけですよああまあでも夏は仕方ないやんにでもいいなやっぱ芸人だからか分からないけどあ<ん>お,あのお前息子とがいて子供がいてさはいはいはいいるいる自分の親父が半ズボン履いてるの見たことないもん <laughs> まあまあ、えー、なんていうの墓掃除とかさあーはい、はい、動く時とかは分かるけどうん 普通の私服でハンズも履いてんのマジ見たことないやつさあマジでお,お前履いてたばやった音はいや終わった音は履いてるよやった音はファンキーだからファンキーだから履いてるよ <laughs> ま,あまあまあ確かにそうだな見たことないなんかもうガラッガラのやつとかも履いてたからあ,あ履いてそうだな,なんなら水着も着てたから <laughs> そのまんま海服はとか着替 <laughs> えるんかなと思ったら水着すでに着てるえしと思ったヤバだから何かあの<え>同期の芸人の初恋クロマニアの健吾さんタイプやもう。 あー<ん>お,ねおねえってことそう、いや、おねえではない。でも、ケンゴさんの半ズボンは怖くない怖い。たまに。うん。一歩間違うと、ちょっとあのー、<laughs> 公然わいせつないで捕まる可能性がある。でよな。なうん。なんか なんていうのちょっとある程度体型とかシュッと筋肉質の人が入ったらなんかああ運動っぽいような感じなのかなと思うけどあ<ー>もうガテン系のガチムチ系やし一応ケンゴさんってああそうそうそう,そう,そう,そうもう本当にもうゲイかそっち寄りの人にしか見えなくなるい,いやそうそう分かる分かるそれで言ったら俺たまにマジで思うのが、うん、マラソンされてる方とかいるさ、うん、ああ俺マラソンのユニフォームちょっとあ<ー>あ大丈夫なのかなって思う時あるんだよね確かにまあそういう意味で もちろん身はしないですけど冷静になってみたときに露出度めちゃくちゃ高くないあれ、うん、であと生地もめっちゃテロテロやん,んそう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 相場,よ相場よあれは何もう軽量う軽量重ねたってこと、もう走う以外そうそうそうだろそだろだろななうそ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 う 陸上っていうかねあのやってたんで多分ああなるほど,うどあそういうことなんだあじゃあちゃんとまあしっかりしてるっちゃしっかりしてるしまあ見えても別に支障はないっていう大であ,あ大丈夫なのかってそれでちょっとドキドキする時があったんですよいやわかるわかる大丈夫なのかなみたいな <laughs> でその派生で言うとう <ん S 2> あの女性が入いてる <うん S 2> あのーローライズのジーパンとかさあ,あれは短パンとかさ あれやめてほしいね逆に <laughs> あれはダメやんに <laughs> ローライズ的なものってさもう見るさ見たっていうようなもんだろあれあ <ー S 1> 見せてるだろそうそう相場よでよでかねなんて言うんだろう,うん,なんかたまーにいるやしちょっとなんかえパンツめいてるよって言ったらあ大丈夫見せパンだからとかああ <ー S 1> いいよあ <ー S 1> 見せパンって何 店パンは店パンでしょ昔からあったわけだから店パンっていや違う、うん、え見,見えてもいいやつ見せるパンツいやそうだなその下から本命のパンツ入ってんのいや知らんもうそれは入ってないのであればそれは店パンでなく普通にパンツだろいやまあまあまあそう,そうなってくるよや一応ローまあそうだからそこもちょっとな,なんか謎だなとは思ったんだけどローライズ系のジーパンはちょっと好きじゃないな もし自分に…好きじゃないっていう意味はあれだろ何っちんちんの問題だろちんちんの問題ちょっと待って今喉が裏返ったんだけど理解するのにもうだいぶ時間かかったけど全然理解できないさちんちんの問題ってのどういうこといやもうそういう問題さそう,なそうなっちゃうからってことでしょ そう…いや、どういうこといや、おっきしちゃうってこと <laughs> どういうことどういうこと <laughs> え全然理解できないんだけど、俺、今。<laughs> なんでこのラジオ7時台なのに、シモネタケーなのマジクレーム来ないの不思議やつさ、マジで。 あそう、あ、あだっけの局長影のドンも好きらしいですあなるほどズバズバ言うらしいんでだから大丈夫じゃない多分こんぐらいまだ俺らの振り付けするぐらいのたら多分可愛い方なんじゃないもしかするとよなるほどねそう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 いうことそうそうそうもしくはこの聴いてる偽の湾のリスナーさんもはいあの変態が多いやめろお前可能性は変態とそんな直接お前ストレート投げんないやもうちょっと覚せ可能性のだけ、可能性の話をしてるだけですからなるほどねはい はい、ありがとうございます。はい、さあ、ということで、このラジオではメッセージを募集しております。はい、メールアドレスが7、7 9 7アットマーク f m g u i n o a n c o m 7 9 7 a t m a r f m g u i n o a n c o m となっております。はい、そして、本日もツイキャスで動画配信しております。たくさんのコメントお待ちしております。お願いします。なんかいろいろ、なんかね、なんかコメントとかも来てるんですけれども。はいはい。 えー、よろしくお願いします。えーと、じゃあ、ツイッターネーム、シュプリームさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ピーチさん、シロさん、こんばんは、お久しぶりです。お久しぶりです。ツイッターネーム、ゆうねえさんですね、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、ツイッターネーム、シュプリームさんですね、ありがとうございます。そういえば、某王者丸の新丸くんが、もういってる、いってる。ピーチさんから、釣りの動画が山のように送られてくると泣いていた いやこれはちょっとダメだ、えー、後輩芸人のオーシャンの新規新規ねえですねはい彼、はい、あのー、我々ちょっとねピーチキャッツする、はいえー、後輩芸人と一緒にね、うん、吉本の釣り動画みたいのを撮って、うん、YouTube にアップしてるんですよそうなんですよねもう釣りだけですよ本当に釣りするだけ、うん、はいもうお笑い要素ゼロなんだ、えー、でそれの編集をねううん、うん ちょっとあのー、オーシャンのくんや君が得意だということででも快く引き受けてくれたんだけどねね実は嫌だったってこといやーそれはー先輩だから言いづらかったのかなそれをそんなさなんでリスナーさんが分かるような感じで回なんかあ多分あれだあいつらのラジオで<う>あいつが多分愚痴ったんだ多分ああなるほどねこれはダメです、ね、そ,うそうだなこのからのちょっっとやっぱ、うん これはもう、あと2本ぐらい送ります、<laughs> 動画。<laughs> いや、追加する場合、はい、一昨日僕も送ったんですよ、あのー、自分また送ったわけお前。<laughs> <laughs> 山にみんなさ、<の>これメンバーだけで、多分10人ぐらいいるんだよな。これ行ってさ、うん、みんなさ、おのおのは編集できないじゃん。うん、い釣り行って、釣りのことに詳しくなって、撮るだけ撮って、はい、あとはみんな個人で山のように送る、うん。<laughs> 10人ぐらいから大変だよ多分本当に編集は、うん、だからまあ今後だからそのオーシャンの新規からなんかちょっと講習ではないけどそれなりにちょっと受けてある程度なんていうのここまでは編集してほしいですっていうラインがやっぱあるらしいわけ、うん、ああなるほど、はい、あの全部なんか流しっぱなしで動画回してそれを全部送られてくるとなんか莫大な流れし、うん、あまあ確かにだからなんかそのなんていうのある程度こことここをブロック分けとかこことここを 使ってほしいとかそういうのをやってくれたらめちゃめちゃ助かるってさあ<ー>そしたらあとはもうテロップだとかつなぎ目とかそういうのは自分が頑張りますんで <laughs> では言ってたよええー、そう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 何か多分大丈夫と思うけどねああなるほどねそうそう,そう、うん、だからもうバン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 送っていえばよ <laughs> あいつがちょっとすいませんイエローカードですって言うまでは <laughs> 怖 <laughs> お前むちゃくちゃだやいやいやだって行かないんだもん新規は 釣りの現場にのメンバーに入ってるくせにだうそ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 う多分だからいやそんなインドアが好きなんだったらじゃあそれねインドアのお仕事もじゃあやってちょうだいよっていうむちゃくちゃ <laughs> でもちゃんと初めての動画アップしたじゃないですかああアップしましたね見てくれましたかねリスナーさん「あのよし吉本のよし」に「釣り」と書いて「かい」「よしずりかい」というふう,う,うに検索すれば釣りの動画見れますんではい ぜひとも YouTube で検索してみてくださいお願いしますお願いしますお願いしますさあえっと本日もやってきましたけどもなんですかまいしろさんのああニュースですか気になる三大ニュースっていうの聞いてみます聞いてみますかもう大丈夫ですかそんな早めに出しちゃって大丈夫ですあれあれなんかまあ全然いいんですけどもまあ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 。はい。じゃあ3位からいきますか第三位三位まいしろさんが気になる一週間のニュース じゃあちょっとあの今このサインをもう普通にパって発表してるけどちょっとクイズ形式あでも分かりそうだなと思うんだけどちょっとクイズ形式にちょっと出してみようかなと思ってもう猛暑が続いてるじゃないですか夏家電の売り行きが素晴らしいですああまあね暑いですから特にエアコンとかがもう売れまくってるんですけどもあと1つ 夏になるとめちゃめちゃ売れる商品があるらしいんですよはあはあはあ、はあ、それはちょっと何かなっていうのをちょっとと原さんにちょっと当ててもらいたくて分かってるんだったら分かってるんで全然いいんですけどいや分からん。じゃあのー、家電とかではない意外とあっえー、家電じゃない家電じゃない,ゃない俺もうええと思ったもん食べ物ああ<ー>そこら辺は教えてよ、まあ、食べ物 <laughs> 食べ物っちゃ食べ物あ食べ物あー食べ物っちゃ食べ物 まあでもそういう状態に陥らないと口には入れないと思う分かったあっ分かったあ,あ何あれだなえっとあれじゃない塩分チャージとかのキャンディあああのタブレット系のやつああではないでもなんかいい感じのところは攻めてるそれのもうちょっとさらになんかちょっとちょっと違うところ 熱くなったら売れるやつでもこれ俺はもう初めて知ったやつさこ,こんだけ生きてきた中でえそうなんだと思ったこの1年を通してその7898月が売り上げがその商品めっちゃ伸びるって売り上げ売り上げがなるほどはあ、はあはあははははうんまあなんかまあいろいろあるよねなんかこのやっぱ暑くてバテたりだとか いいっぱい飲み物飲んだりだとか、うん、そうなってきた時に、まあ、人間の体内に起こうることですね起こり得ることよくお前はそういうイメージあるけどな俺はエロ本違うよやんでか性欲が増すとかじゃなくてあー違う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 そういうわけじゃないそういうやつじゃないキュレロ本って <laughs> <laughs> いやそんななぜかおい6月のベイビーリップスレム的なもんじゃないからそれは <laughs> そんなんじゃないから <laughs> い。そういうふうには言ってない。<laughs> そんなんじゃないから <laughs>。え？<laughs> <お>そういう目。おでん。ああいやー違う。ー逆に。違う。もうちょっとわあからんな多分な。無理だな。多分出てこないと思いますさ。え何？セロガン。は？なんで？セロガンが8月がめちゃめちゃなんか売れるらしい。なんでなんでなんで？多分だから暑くて要は冷たいものとか飲んだりとか。 あとあのー、なんていうの旅行先とかいろいろなんか夏休みの旅行とかで出かけるときにやっぱちょっとお腹痛くなるのが怖いからということで買う人が増えてるからではないかということでええー、そうセいろガンが急にスタッフさんからもセいろガンを渡されたんですけど今セいろガンってこんななってんのこんななってるんですかピンのやつじゃないのあですあすごいちょっと開けていいですか

あんなに毎日って言っていいほどお腹痛いって言ってるやつがなんで聞くばあれあれ分かなんでだろお腹のなかのかお腹がびっくりしてよくなるらしいですええー、ちょっとじゃあほに用法用量間違ったらちょっと劇薬になりそうないいも結構匂いだけでお腹ひゅあそう俺それセいろがな、ね、いだけ嗅いだらもうお腹が治るスーってええー、っ だからなんかこのめっちゃ匂い強烈やしだからなんか OL だとか女の子とかはなんか飲んだ後のなんかこの口臭が気になるってことでこれ匂いがないせいろがんもあるわけよえそうなのこの匂いがしないやつでもイメージよこの匂いがするからこそ俺はめちゃめちゃ効くと思ってるわでいやそうじゃないわ多分体がそう思い込んでるかもしれないけどに匂いがないせいろがんは俺飲んだことないせいろがん効くばめっちゃ効くよマジ ああれも聞きませんあのー、履いた。歯が痛くなったら。うん、ああ、それは聞いたことあるよ。なんか、痛いところにギーって。わかるわかる。押し込むっていうの。<Okay> うえ、それはでもあれでも一緒じゃないの<あ>バファリンとかイブ。ああ、それも聞くな、なんかなん。 イブもなんか歯に詰めたら歯虫歯の痛みが弱まるって聞いたことあるけどああれあれもだから不思議だよなそのまま時間に直接聞いてるのかわからんそう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 ,そうだからセいろガンが8月はなんかめちゃめちゃ売れるってええー、そのニュースが気になったニュースそうそうニュース気になった全く知らんかったなそれはここで急にセいろガンと思ってたよ ええ。八月エアコン。ニュース見すぎて、一般的じゃないところ。どこ見てるばや。なんか、なんかちょっと気になるなぐらい。のああ。なるほどね。そう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 。これこれ。こういうやつ。あの。こういうやつっていうか、こういう話がね。ええ、なになになに。ええ、なんて。アニサキス。アニサキス菌、アニサキス菌が何。にも効くらしい。セロガンは。いや、嘘でしょ おすかお腹のええすげえめっちゃ万能薬だ万能薬ですせいろんそうなんですねでも、あのー、<ー>同期の初恋クロマニュンの新本さんは、うんあのー、虫歯でパコッて取れた銀歯の奥にいが臭いっていてミンティアン2粒ぐらい詰めてるけど、ね、死に最悪ン々と最悪最悪だよな <laughs> <laughs> 俺これ見たことあるんだけど俺びっくりしたのになんかめっちゃわーって笑えたわけよ パテビの回なんかミンティアの2つの粒が奥輪にニンニやってあいつまで。っ <laughs> 俺あれと思って死に汚いなんかあの治療中のなんかあの白いあの石膏っていうのあれを詰めてんのかなと思ったんだけどああにしても形がいびつすぎるやつだと思って <laughs> ちょっと待ってくださいニノさんちょっと口上げてもらっていいですかみたいなえー、何,何恥ずかしいとか言って「えなんか詰めてます <laughs> あミンティアミンティア」「は?」えミンティアミンティア」<laughs> は「いやもう虫歯だから」って「いやいや逆効果でしょう」と思って。 いやいやいや怖いよあの人虫歯の石膏の穴開いたところにミンティア詰めるってやばいやばい異常よ異常よ本当にあの人あの人怖いよええ第3位ですか第3位でしたねああありがとうございますなかなかね興味深い話でしたよじゃあ第2位第2位はですねまあちょっとキンキンなニュースなんですけどもはははいいい 日本男子バスケットボールの会春容疑で国際大会、国際オリンピックか東京のをちょっと危ういんじゃないかっていうニュースがあってちょっと残念だなっていう気持ちはもちろんあるんだけど非常に残念よもちろんでも、あれジャカルタだっけ外国でやってるさでも、よくよく見るとそのお国事情をね うん、調べてみるとなんか海外の要はなんか商社マンとかうん、うん、要は日本人の方がもしホテルに泊まるとするさうん、うん、なんかフロントから電話が来るらしいわけ「女の子どうですか?」ってあーそれはよくあるでしょうそうそうだから<ー>なんていうの要は、うん、え土地柄というか、うん そんなホテルのさ、うん、フロントの人たちも含めまあホテルにもよるとは思うけどもそれをちょっとアッセンチックというか、うん、ああそういう人たちもいるだろうねもちろんそうそうそう,そう、うん、だから要はもう男のスケベ心と、うん、あスケベ心につけ込んだなんかちょっとしたまあ罠っちゃう罠さだからまあどうだろうなとは思ったんだけどああそういう 自分たちから進んで動いたわけじゃなくて、そういう現象もありますよと、もう中にはね、ある,あ<ー>あるよっていう、<ー>その、うん、そのバスケ選手の人たちは、どんな感じでそうなったのか分からんけども、でもやっぱ代表のウェアとか置きながら、そういうところを歩いたりだとか、うん、そういう行為するっていうのは、やっぱ、ちょっとだけプロ意識というか、あー、確かにや、私服で行っていいからや。そうそう、私服で行っていいわけよ。そしたら、多分何もばレなかったと思うわけよ。 だめだけどだめだけどもそういうところも浅はかだったのとそう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 だったら俺ら芸人サイドに置き換えれば舞台衣装で堂々と歩いてああまあまあ俺たちはねバレないまあもっとでしょだからユニホームなんだからユニホームだから要はシャカシャカとかウェアなんじゃんジャパンとかが入ってるような感じのやばいなそれはね結構痛いなとは思ったけども コンプラやってないんんじゃん <laughs> <laughs> なるほどな <うん S 2> <laughs> あちゃんと選手一人一人にも吉本もしかもうい異常なほど不祥事があるからとんでもないぐらいコンプライさある <laughs> 俺ねあのマジで本当にあのななんて言えばいいかな<笑><笑>あの学校なんじゃないかっていうぐらいコンプラあるようなそうだよな, <へー S 2> なんかいやもう分かってるって何回か言いたくなるよなうな まあでもそれでもってことだろう,まあだろうなそれでも起こり得るからしょっちゅうでも、うん、そういうことすらないんじゃんもしかしたら <laughs> 多分ないかもしれないな <laughs>、うん、まあだからそう俺は気になったニュース第2話はこれだったね、うん、これをちょっと見てしかもあバスケットえオリンピック出場できるかどうかのアピールできるような感じのチャンスの時に、うんうん、そういうのが起きてしまうといやもう無理やしもう。 東京オリンピック多分男子バスケットボールオリンピック見に行くああ20年楽しそうだなまあでも東京にいるだろいやいるだろさすがにいるいるいやだから見たい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 だろで見たる機会とかマジでないないだからもう気持ちとかはまあでも相当混んでるよまあまあまあ でも、全島エイサー祭りの、多分もう100倍ぐらい混んでると思う。したたか混んでるやつさああ。やばいや3時間で進むの2メートルぐらいとかじゃん、ほんとにああ。まあ、でも、それぐらいの機械でいけば大丈夫かああ。あ全然いいやん。全島エイサー祭りの100倍って、でも、あんまピンとこないな。10倍ぐらいか。10倍ぐらいやったら想像できるか。できるな。まあまあ混んでるやつさ。結構混んでるよ。10倍でも結構やばいよ、一応けど。10倍でもやばいよな。<laughs> やばいやばい。10倍でもやばい。いや、でも歩けるからな。 なんだから、ね、今の状態10倍だと歩けんか <laughs> 10倍無理多分美浜からイケントまで全部ビシるいるかや <laughs> いるかやバッて人かも美 <laughs> 浜からイケントって <laughs> お前ビシッてたぶんいるかお前だって全島エイサー祭りで3日間の来場者数が <laughs> 40万人とか40万人でしょうんそのお前10倍ってお前400万400万人だよでもオリンピックだよ <laughs> 400万人って一応やばいよ。東京の人口ってどれぐらいなのかな ?1300 とか1300万人。ああ、そうじゃん。ほら。あ<ー>沖縄の10倍。ぽいな。沖縄が多分今150万いってるかいってないかぐらいだと思うから、ちょうど10倍ぐらいよ。したたかこもや沖縄の10倍ってやばいな。そんな人いるば <laughs> <laughs> アンチいる そりゃ人万あでもまた1000。10001000万人1000万人まあだからほぼ9倍8倍ぐらいってことじゃないああそれでもうだろああまず5倍以上の時点で俺はもう怖いけどねだってあと沖縄本とかここペッ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 ,ペッって並んでんだよ <laughs> 9, 9倍8倍ぐらいじゃないけどや7倍ぐらいさ7倍ぐらい ?7 倍6倍ぐらいやもうちょっと計算ができんかったです今 <laughs> ええー。いや、オリンピック見たいな。見に行きたいな。で、外国の方も来るから、余計にめ多いと思うよ。ああどれぐらい行くと思う沖縄の人はどれぐらい行くと思う東京オリンピック。あ,あ実際会場に足を運ぶ人ってことは。ああああえー、どうだろう、うん、行くかな沖縄の人、うちなんちゅって。<laughs> あー。結構、なんか、何にしろ。那覇にもいかんパーするからや。そう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 。<laughs> 中部の人たちは。で、だってテレビが。沖縄の人っていうか、中部の人だろ。中部の人だな。もう那覇の人は比較的動くよ。まあ <laughs> 多分。<laughs> 中部の人たちマジで出ないよな。なんでかマジで。地元好きすぎるだろ。やばいよ。<laughs> 以上だよほんとに <laughs> 気づいてないやそうそう,そうだから東京オリンピック <うん S 1> が2020年にありますから2020年あと2年後な何見てあやばいよお金とか持っていかんとやばいよえ<年><や>え。いやそりゃそうじゃんお前 <laughs> 5000円とか楽しめんよ楽しめんばいやだってご飯とかどうするわけ確かにそうだなう <ん S 2> ああ俺いや 水泳みたいやつさええー、なんか意外嘘はなんでなんか水,水泳やってんやしお前いや,やってんけどなんかいやどんくらいの速さなのかなっては水泳のこのターンって本当実際に見ると死に速いだお前いやだ,からだからそれをなんかだから要はみんななんか力拮抗してるからなんかお同じような感じに見えるさ<ー>テレビ越しだと<ー>でも実際生で見るとはっいや っていうこの生のリアルの感じの泳ぎを見てみたいなさ。ああ、なるほどね。そう,そうそう。やっぱり陸上でしょ。ああ、まあ陸上もね。陸上の400 m みたいね。あ、リレーのやつ？マジックジョンソンがいるとき見たかったよ。<laughs> マジックジョンソンの。 金が揺れる姿見たかったはい、はい、俺ブリンブリンとああ <laughs> 金のネックレスがもうブンブン揺れて走り方とかやばかったさ <laughs> やばいやばいもう超低ちゃちゃちゃほんだよもう見たことないだろいや,いやあるある 普通の人はさ4 0 0ルボルトとかもみんなそうなんだけどさなんかさちょっとこの前傾姿勢まではいかないけどなんかちょっとなんかこう肩揺らす感じだったけどマジック・ジョンソンっていうアメリカ代表の人だけはマジでちょっと特殊だったの特殊だったねなんか足だけ動いてるみたいなフォームがなんかもうがっちりして上半身動いてないよ上半身上半身っていう死に早ればよなこれでも怖いなそれを見たかったわ俺は本当に それをっていうかもう、マジック・ジョンソンを見たかった。<laughs> いや、それはもう、今も遡ることはできないから。もうすぐでは皆さん知らない人は、マジック・ジョンソンって検索者もすぐ出ますから。<laughs> ピョーンと。うん。近年がもう、ブンブンブン揺れてから。<laughs> その分の重,重みもあると思うけど。もうさすがだね、アメリカ人だねって感じたよ。<laughs> もう、フィジカルがな。いやもう、普通さ、もういやいや、もうスポーツ選手だったらさ、あのなんか、うん 磁石のさ磁気のあんなのとかやったりするさマジック・ジョーンズは昔ながら金根、うん、<laughs> <laughs> やばいよ本当に忠実にアメリカナイズを再現してるよねでもあと自分のキャラとか個性を分かってるんだから体,体,現体現してるの体現してくれてますよ本当に金のネックレスつけて陸上音であれ相当太いよあれ <laughs> あの八十 80g ぐらいあるよ <laughs> だなキラキラしてたから多分8面カット <laughs> 6面カットぐらいのやつでいやいいそんな細かいのはいいそんな <laughs> そんな金のネックレスのカット数とかはいいのよそんな相当太かったあれ、ね、<laughs> まあ太いだ、ねね、そ,そんなのとかも見ああでもさ、ね、ボルトが出ないからねああはい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 陸上でももうどん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 また次世代次世代っているでしょ多分まあいるけどえあれ あれはまだ引退してないよねあと1人いたさボルトじゃなくてガトリン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 は引退表明してないんじゃないしてないじゃあまだ走るんだ多分ガトリンも早かったよな早い早いけどちょっとまあドーピングのあれもあったしみたいな感じでもしかしたら次世代が出てくるのかもなあと2年後ぐらいにまだ桐生選手だってさ ま10秒台切ってるわけだからうんあるねこっから2年後までずっと東京オリンピックの話するやめて相当あの相当先取ってる相当先取ってる先取りすぎやさそれはテレビに出れるかもしれんもうあのすでに東京オリンピックの特賞をずっとやってるメディアがあるつってから沖縄に FM 機能フンでそうです でも2年間毎週ずっとやり続けてたらこのスタッフ入れて俺たち3人は相当オリンピックに詳しくなってくるだろうな毎週やるわけだから多分調べてくると思うだから各スポーツのなんか要は有望選手とかもう全て知ってるしスケジュールとかももう多分あっち多分混んでるらしいよ混んでるからチケットがどうたらこうたらやばいでしょだいぶかじゃいだってお2年間やり続けるんだよお前やばいから2年間だって東京オリンピックの情報について 勉強するっそうそうそうそりゃもうで一うあり基礎練が終わったら1年間でその後の1年間は個人が好きな種目に特化していくみたいな大学と一緒大学と一緒はい先行していくんだとこう1年は全部一緒の先行取るけど23年時からはおのの好きなところ法律だったり経営だったり選んでねみたいなかぶった場合はどうするそれ もし陸上でかぶった場合はもうそれはそれでいいあそれはそれでいいんだ <laughs> いや早すぎるって2年を費やして <laughs> そんな放送ってやばいだろや <laughs>、まあ、そっかそうそうそうリスナーさんがいやどんだけオリンピックの話すればってなるやつで逆にリスナーも詳しくなるかもしれないどこどこの何々選手とかめっちゃいいらしいよってあれ選手そういえばあのえ 怪我したとかって言ってませんでしたコメントでしてかあそうでしたっけずっと陸上の話したう違う2年もあったらちょっと怪我しても治るよ関係ないこの情報がねそれぐらい詳しくなりますよっていう話のそうしたらやばいよ選手一人一人のツイッターだとかインスタとかそれらへんもフォローしなきゃいけなくなるもんいやそうそうそう FM 技能案で全部フォローするもしかしたら公式マークつくかもしれない可能性あるな海外の人たち なんか,ルリオかなただ怖いのがねこ,れこれだけやったとしても俺たちはスタッフももちろんそうだけど俺たち2人もそうだけど知名度がないやし、うん、<laughs> で AM 技能のの局長がどれだけ動いてくれるか分からないけどあのめちゃくちゃどのメディアよりも詳しくなるはずなのにあの,あの,チェあのパスあのインタビューできるパスもらえないから一般人と紛れて外から見てるだけこと <laughs> になる可能性もある。悲しい めちゃめちゃ悲しい、2年間、何だあいつらみたいな、いろんなとこ入れやし、外からめっちゃなんか見切れるし、そうそうそう、そう、なる、カメラ映ってる、映ってるところ、いやいや、パスとかあげれませんよ、したたかはずいやし、いや、そうそう、なるかもい自称東京オリンピック、好き者同士なんだな、それは。えー、なるほど、じゃあ、まあちょっとね、バレーボールでしたっけバレーボールの回春。 あ,あ,あ,あ、バスケットボール <coughs>。あ、バスケットボール。はい、ごめん、ね、ごめん、ね、ごめん、バスケットボールの回、はい、え社、ー。ちょっとじゃあ、一旦曲いって CM 行きましょうはい、行きましょうか。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。<coughs> <coughs> <laughs> いやでも二十四も死キ気だぞ俺 <laughs> 正直。 この子供のラップってあれですか。誰ですか。あのフィーチャリングで多分 <coughs> カーディビーって書いてあるんです。カーディビー違うか。うん、あれかなと思いました。あのいじめられっ子のラッパーのやつかなと思いました。あの歌ってるのちっ丸っなんですよ。<ー>多分女性の方だと思っうん。 はいメールが1通来てますねはい 5秒前。さあ、ということで、引き続き PGS の狩りお楽しみください。お願いします。す。さあ、ということで、第1聞きますかね。ですかいや、もうこれは、もう、もうみんなわかってることだとは思うんですけれども。はい。やっぱ夏の甲子園決勝でしょ。ああ、なるほどね。ああ、悲しい対大阪桐蔭。 あ決勝、あ正直、準決勝の金足の試合がめちゃめちゃ楽しかった。あ確かにななんか白熱してたしまあね優勝してほしいっていう気持ちは、まあ、あったけどどちらの高校もねまあ頑張ってたから全然まあいい悪いは全然言えないんですけどもいやいやすごかったよもちろんすごかったけども。<laughs> うんうん 決勝10何対何 ?13 対 2? 2? そうだね。ぐらいねうん、うん。ぶわーってかけ離れてるから、いや、それはもうちょっと、どうだろうとは思ったけど。じゃなんでよ、どっちも頑張ってたし。まあまあ頑張ってたけど、<laughs> うん、大阪とあんな強いいや、強いよ、もう。化け物か化け物よ。だって、アンダー18 1 8、う、の、ん、えっと…侍ジャパンはははいはい、はいの、えー、選ばれてるメンバーが、党員から4名も出てるからね。<laughs> <laughs> いや、もう半分近くが、<laughs> 侍ジャパンのメンバーに選ばれてるってことは、もう選抜 <laughs> やばいっすわ。やばいった大阪桐蔭。なんで、なんでアンチな,なんか聞くところによると、なんか、野球部はできて、そんなまだ30年ぐらいかなしもしかる。で、浅い方なんでしょいやー、相当ね、確かに、すごい。で、東北のその秋田勢がもし優勝、うん するんだったら百三年ぶりだっけ？決勝行ったのが百三年ぶりだったけ。どっちだったかな？決え百三年ぶりかな決勝行ったの？決勝行ったのがなのかな？でもなんか動画でツイッターでさ、飽きた決勝でこんなにやばいぐらい盛り上がってますよってツイッターでいっぱい上がってたの分かる？はいはい上がって上がでもあのめちゃめちゃ上がっててこのさあのどっかさ。 沖縄でいう三栄みたいなところなのか分からないけど地方のこのモールみたいなさところのさ大型スクリーンでみんな見てたんだけどさ、この真ん中、みんなこう2階、3階とかさぐらいからさ、囲かかみながらさ、真ん中のところがさえっと吹き抜けになってて、そこにえっと大スクリーンがあってみんなちょっと見てるみたいな、要は吹き抜けだから下はさ、なんか売り物とかあるのよ、洋服とか。 そこにさ、まあ、セール50%オフとかさ <laughs> ともう要は年がら年中やられてるそういう動画これ,これが恥ずかしいからだ映さないでほしいとかっていうこともあったけど <laughs> 秋田はこういうず <laughs> 年がら年中オフなんか50%オフだろうみたいな。<laughs> いやいやなわけないでそれをね秋田の人がね <laughs> うんあいいなあったりしましたけどいや,いや俺は悲しが優勝した方がなんか。 かかったなとは思うけどね応援してたしあまあお前はファンだからってことでしょそう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 大阪桐蔭の人たちもちっちゃい頃から野球やってきてるわけですどうんまあそうだなすごいよすごいことなんですけどあのそれでねこの金足農業高校の吉田康生ピッチャーねそう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 うん選手がはいツイッターやってんだこれえっそうなのうん 俺そこまではちょっと調べてなかった見てなかったなツイッターやってんの ?8 月からん今年の今月おおまた多分わからんけどさっきえわからんけどよ意外っちゃ意外だな7万6千フォロワーいるわよ今あっという間にあっという間にそうそうそうで今んか

ツイッターを <laughs> いやいやいやもう野球で一生懸命練習してるからツイッターとかやる暇ないよ <laughs> あもしかしたら部の決まりでそういう SNS とかもダメってなってたかもしれないわ<ー>か,かんないもしかしたらそうかもでだからもう甲子園も終わったからやりたいなんか携帯とかそういうのやってみようっていうパターンであのー、菅原拓選手っていたでしょはいはい体わかるはいわかるその子も今ツイッター始めてるあじゃあポインじゃん8月から そうなんじゃないもしかしたら。そうなのかなもしかしたらね、わからないけども、ちゃんとそんな確信はちょっとつかめてはいないけども。そうなのかなもしかしたら野球部員全員がこういう SNS とかそういうメディアは、まあ、一旦、やるなとか、あ<ー>監督の教えで、そういうもう目移りしちゃうからということで、縛ってる可能性もあるけどね。ただ、 今ツイッターやってないんじゃないのみんなでもそうだよねなんかその前回お前がなんか言ってたけどその高校生とかはもう全部インスタなんでしょもう野球しかしてないからはいはいはい分からないわきょんあ吉田君ちはそう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 分かってないんだうんさすがにインスタをやってないなさすがにやってないなやってないんださすがにやってないやつさ t w i t t だけだなあ うん、今からじゃん今からインスタとかもじゃあダウンロードし始めるんじゃんもしかするといやもうすごいよ芸能人にバンバンフォローされてるよええー、そう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 まあでもするだろうなでもツイッターで「吉田選手」って打ったらもう次に関連で「彼女」って出るからや、うん、うわちょっとそれ嫌だなもうみんなもう女子が女子がもう彼女いるのかなどうかなって言ってもう検索しまくってるから 本当にもう好きだね大好きこのスペースの次に出てくるのは絶対彼女とか女の関係だよな<ー>こういう甲子園で活躍したピッチャーだとかキャッチャーだとかバッターだとか、うん、そう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 ,そう,そうやめろよもうそういうことは女子たち <laughs> いるに決まってるいやいやいやどう考えいもいるに決まってるいやいないよいやいやいいいいい絶対いる絶対吉田君はいないんだおやべえ急に乙女になった <laughs> 怖い妄想女子に <laughs> いや今からねもうどん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 もうモテ始めるからだってしかも顔も出頭してるしな<ー>イケメンチックだし <laughs> だどの口が言ってるんだ俺たちはって話ですけどいやそうですねまあ僕はあの <laughs> ゴリラフェイス代表からして言わせてもらうと <laughs>、うん、イケメンだなっていうああなるほど、ね、僕にはないようなちょっとあの薄い出頭した感じだったんで <laughs> うーんそうそそううそう,そう,そう わでもね、ツイッター始めてるのはもうすごいなと思いましたよ、本当にいろんな人をリツイートしてますよ、本当に一回、お前、じゃあダイレクトメッセージ送ってみよう、バカか、お前、嫌だよ、お前じゃないんだから、えっ、いやいやいや、絶対返信来ないし、いや、分からんよ、お前、すげえ、来たらどうする、来たらどうする、AV 女優に DM 送る、お前じゃないんだから。 セクシー女優の方にお前すぐ DM 送る <laughs> 言うなや <laughs> 言うなやお前大丈夫聞いてないから誰もいや聞いてるよ誰も聞いてないからまあまあ聞いてる <laughs> 言うなそんなことは絶対帰ってこないねいやでも分からんよ違う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 じゃ違だからそんな<あ>沖縄からも,見もらうまずいよとかまず,まずだよすで、うん、に女子が死ぬほど DM 送ってると思うあー確かに4万通ぐらいは来てるかや

何なの俺たち沖縄の偏僻な地で意味あるちょっとちっちゃいところをつつこうつつこう当に親びっちゃ精神をやめろお前海にいるちっちゃい魚じゃないよ分からんから釣りの話をちょいちょい出してくんなの1位かな俺はそう甲子園のいやでもすごい100年かかってもでも優勝できないっていうのはね厳しいよただ 野球好きの話の人たちと話したよ。うん、あしたなあやっぱ難しいですねみたいな。ほほほうほう,ほうってなったんですけど、うん、あの僕野球も見ましたけど、うん、まあ好きですけど、うん、サッカーがやっぱ好きでねはいはいサッカー、うん、話になったんですよ。うん、東北が、うん、もう我々が生きてる間に優勝できる可能性と。 サッカーは、日本代表がワールドカップで優勝できる確率。いや、サッカーの方がだいぶむずいからねって言ったら、野球好きの人が、むっと顔して、ちょっとあの、話が終わりました。<laughs> <laughs> いやいやいや、それダメよ、お前。そうそうそう、なんか、あーみたいな。いや、それはダメよ。なんでよ。いや、そこはもう、混ぜるのは危険だから。サッカーと野球は。 いや分からんけど日本代表の方がワールドカップいや見れる可能性よどちらもできるって信じてますよ、もちろん。東北勢が甲子園で優勝できるっていうのも信じてますし日本代表がサッカーで優勝できるっいうのも信じてるけど見れる確率でいったら俺が生きてる間に俺が70歳で70歳までしか生きれないとして俺が七70歳、80歳くらいまで分からないけどね。 まあ寿命が70として俺が今30歳だからそうあと40年40年さうん俺10回ワールドカップ見れるか見れないかなね四4年に一度だしなうんうんってなったら甲子園俺70歳までって考えたら <うん S 2> あと40回見れるのいやゾーバルだドーバルそれ言いだしたらもう <laughs> ゾーバルって言ったし <laughs> キ,キリがないやつだそれは <laughs> それ言い出したらもうダ,ダ,ダメやす、それは。で、しかも俺70でワールドカップとか見たくないし。<laughs> いやあは見てるよ。ちょちょやあは見てる。見るかや見てる。ゆっくりしたいよや。うん <laughs>、やあはゆっくりしなくていいよ。70歳でワールドカップ見てもはってなるだろ。<laughs> いや、な、見てる見てるやあは。絶対見てる。は見てるよ。 なん昔のサッカーシューズはこんなじゃなかったけどねとか多分言って,言ってるかや絶対言ってないよね <laughs> めちゃめちゃ進化してあと40年後のサッカーシューズーまあでもね本当によかったですよ本当にこの夏ね皆さん楽しめたんじゃないでしょうかはい 1> <うん S 2> 第1位でしたありがとうございましたはいありがとうございました <はい S 2> さあじゃあということで一旦 CM いきましょうかはいお願い,します CM お願いいたします 10枚でーすさあ、はい、ということで、あっという間のエンディングですね。 もう一時間になりましたので、残すところ放送あと五分となっております。はい、ありがとうございます。あと,ますあと五分もないんじゃない。あ、まあ、なる、あるか。五分ぐらいですね。いいすねはい、はい、はい,はい、は口なんかあれば。ありますよ。はい、えっとですね、八月の二十五日の土曜日ですね。うん、えっと、吉本沖縄花月でですね、吉本怪談ナイトというのを開催いたします。時間が夜の七時三十分からとなっておりますが。はい、えっと、沖縄はがっつりお盆です。 うん、まあ県外とずれてるからね、ずれてますけれども、今からがるっていうそうなんですよね、沖縄旧暦でやるんですけれども、もう太鼓がンんぽんぽんぽんなり始めますよ、もう僕の家の目の前も多分二2段階ぐらい通るんで、もう夜眠れません、終了です、毎年このシーズンがやってきました、本当に。 25日に談ないと怖い話、お盆だからこそ、怖い話を聞きに来ませんかということで、開催いたしますので、ぜひ遊びに来てください、お願いいたします。お願いしますぐらいですかね、結構、近々のイベントとしては。そうですか。はいありがとうございます、ぜひともね、大きなか月に遊びに来てください、お願いします。あと、メールが来てるそうなんで、読みます読みましょうか、お願いいたします。はい えー、ラジオネーム浦ラソエさんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。毎章、えー、さん、トーバルさん、こんばんは。こんばんは。先週は疲れてラジオ聞いていなかったのですが、今週は聞いています。<お>疲れてますが、あ、はい、ああ疲れてるんかい。い<あ>お疲れ様です申し訳ない。 で、先々週メール読んでいただきありがとうございました。はい、先々週終わった後だったかな、東原さんが電話してきてみたいなこと言ってませんでしたか、うん、聞き間違いだったらすみません。その時えってなりましたよ。ということで、またメール送りますと。<laughs> <え>まあ、メールでも全然いいですよ。あ確かになんか電話ね、来ていただければって言いましたけど、まあ、全然メールでもね、えー、どんどん送ってください。お願いします。ますで、あのー、人見知りの話でしたっけ 選手それは違う方かな違う方か。電話してきてーって言って「ああ <laughs> えっ?」ってなったんだ「えっ?」ってなるなよ <laughs> 電話してきてーって言ったら「かけてきてー」いやーでもね仕事だから浦瀬子さん前は仕事されてなかったでしょまだ。 そうですね。学生だったでしょうで、社会人なってんそうそうそう。まあ、社会人になってね、もう疲れてるはずなのに、われわれのラジオ聞いていただき、ありがとうございます。ありがとうございます、ほんに。少しでもなんか、バカだな、こいつらって思っていただければ、ありがたいなと思いますけど、なんでもいいんで、またメールしてきてください。ありがとうございます。さあ、ということで、以上ですかね。はい。もう、ツイーケスとかも、はい、大えたくさん来てますよ。えまあ、ちょっと少しだけ読みますね。 えーっと、えーえー、ツイッターネーム大え8.5さんですねありがとうございます,いますえっと、えー、自分の通ってた高校は昔保健室あってもセいろがだけで賄ってたとかとかいやいやいそれはだめだろうすぐ病院連れてていやある程度医療器具はそれとかんと高校の保健室なんだから <laughs> そして、えー、ツイッターネームシュプリームさんですねありがとうございまするいないよや え、それまだそんな更年期じゃないし、俺たち。あ、更年期は命の母、ホワイトとかのあるやつでしょ知らんよ、お前。詳しいな、ホワイトって。そんな、そんな年齢じゃないですそんな飲むわけないですからね。我々が飲むわけでもないですから。お願いします。はい、お願いいたします。さあ、ということで、今週のピーチキャッスルの会はここまでということで、お相手はピーチキャッスル、林でしたまた来週お会いしましょう。さよなら。バイバーイ。 ありがとうございました。また来週聴いてくださーい。ありがとうございます。